大統領官邸パラマリボはスリナム共和国の首都である。オランダ領ギアナ時代の名称はフォートゼーランディアであった。人口は22万2843人である。パラマリボは大西洋からおよそ1 5トルのスリナム河口に位置する。郊外では石油、ボーキ気イと金、砂糖、キビ、米、コーヒーが産出され輸出している。市外ではセメント、 ラム酒、ビールを製造している。カリブ海で採れるエビはスリナム港で加工され、欧州、日本に輸出している。パラマリボは1630年にイギリス人によって植民された。1650年にパラマリボは新しいイギリスの植民地の首都になる。しかし、エーラン戦争の結果、1667年にオランダは米国のニーウアムステルダムをイギリスに譲り、 スリナムを領有した。市民は主にインド系、クレオール系、マルーン系、インドネシア系などである。パラマリーボにはオランダの名残で、急総特府、大聖堂、り出がある。スリナムカーゾイの街並みはパラマリーボ市街歴史地区の名で2002年ユネスコの世界遺産に登録された。パラマリーボは欠片の気候区分で熱帯雨林気候に属する。 はっきりした寒気がなく月平均降水量が1年を通して60ミリメートル以上であるが、著しい湿潤と乾燥を経験しない。9月から11月がパラマリーボでは1年で最も乾燥した期間である。この気候と同じである多くの都市に共通することは、気温が年間を通して比較的変化が小さく、月平均気温の最高が摂氏31度で最低が、 摂氏22度である。パラマリボの都市平均降水量はおよそ2200ミ、mm、リメートルである。ありがとうございます。